イガ目の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、料理作ってみた動画の方やっていきたいと思うんですけれども、皆さんね、マッサマンカレーってご存知ですか？マッサマンカレーっていうのはタイ料理の方の、あのタイカレーの一種なんですけれども、今からね、何年ぐらい、8、9年ぐらい前ですかね、2011年に世界おいしい料理ベスト50っていうのがちょっとこうランキングで出たんですけれども、その時にね、寿司が4位だったんですよ。でその時の1位がマッサマンカレーっていうね、カレーが流行る1位になったっていう料理で、私ね、ちょっと前まで全然こう存在すら知らなかったんですけれども、ちょっとツイッターのフォロワーさんが作ってるのを見て、あ、これすごい良さそうだなと思ったので、ちょっと作ってみたいなと思って、レシピの方いろいろ調べてね、今回は初めて作ってみたいと思います。で、タイのカレーっていうとやっぱりこう、昆布みかんの葉っていうのがね、結構どんなカレーでも入るんですけど、昆布みかんの葉ってなかなか日本だと入荷が難しいもんですから、その代わりに、ライムのね、皮で風味をつけるなんていうレシピを見つけたので、今回はそのレシピに忠実に作っていきたいと思っております。というわけでね、今からまず材料紹介の方をしていきたいと思いますが、材料がね、かなり今回いっぱい使いますので、もし作ってみたいなと思う方は、動画見ながらでもいいですけど、メモとか取っていただくのが一番いいかなと思います。というわけでね、とりあえずまずでは材料紹介の方をやっていきます。はい、ではまず材料紹介ですね。まずこちら、鶏もも肉ですね。鶏もも肉が 200g から 250g、食べたい量で大丈夫です。で、玉ねぎですね。玉ねぎも、小柄なもの、小ぶりなものですね。ちっちゃめのものをまるっと1個。あとはじゃがいもですね。すごい大きめのじゃがいもをまるっと1個です。あとピーナッツ。こちらがですね、15g ですね。で、あとはライムですね。ライムが2分の1個分使っていきます。あとは、鷹の爪が2つですね。で、これは種ごと使うので、種は除かずにそのままにしといてください。で、こちら、干しエビですね。干しエビが、小さじ 2杯と、こちら、酒盗ですね。酒盗、イカの塩辛でもいいんですけど、うちは常に酒盗がお店にあるので、今回は酒盗で作ります。酒盗がこちらも小さじに2杯ですね。で、こちらが、ニンニクが2片と、こちら生姜が1かけですね。と、あとはココナッツミルクが 250ml と、それを薄めるためのお水が 100ml です。あとは、小麦粉ですね。小麦粉が大さじの1と、砂糖もこちら大さじの1ですね。あとそしてお塩が一つまみぐらいの分量と、ナンプラーが、小さじに2杯ですね。ナンプラー小さじに2杯、こちらの方で作っていきたいと思います。あと言い忘れました。今回鶏もも肉の方は、カットしてあるものを、今回安かったんでね、それ使うんですけど、1枚の時にはもう一口大ぐらいの大きさに切ってください。というわけで今から、下処理の方にね、下ごしらえの方に入っていきたいと思います。はい、それではね、今から下ごしらえの方をしていきたいと思います。まずニンニクです。ニンニクはヘタの部分をこうやってね、ちょっと取ってしまって、そこからグッと包丁で潰していきます。で、潰したらこれを、粗みじんですね。そんなに細かくしなくてもいいので、本当にちょっと粗みじんでじゃっと切ってあげてください。こんな感じですね。こんな感じ。はい。で、そしたらですね、次生姜もこれも包丁で潰すんですけど、ちょっとね、僕動画撮ってる関係上、ちょっとね、あんまり力入れると怖いので、これはもうバンといきます。で、これで、これ同じように粗みじんですね。粗みじんにしていきます。こういう感じでちょっと一回潰せば倒れてますね。こんな感じでね。で、またこれもそんなにすごく神経質にね、みじん切りにしなきゃいけないわけでもないので、本当に粗いみじん切りで大丈夫です。こんな感じね。はい。
たら、まずニンニクと生姜の下処理はこれで終わりになります。はい、そしたらですね、次は玉ねぎですね。玉ねぎはまず半分に切ってもらって、半分は粗みじん、半分はざく切りにしていきますね。なんで、よいしょ、半分はもうこんな感じで、よいしょ、みじん切りにしていきます。まあ、これもね、結局さっきのニンニクとか生姜もそうなんですけど、この粗みじんにした具材っていうのは一回ミキサーにかけちゃうので、あんまりね、神経質に細かくやんなくても本当にザク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 ぐらいで大丈夫ですね。こんな感じで、で、今度ザク切りの方は本当に繊維に沿ってもうこんな感じで大丈夫です。まあ一回ここでね、こうちょっと入れてもいいですけどね。こんな感じでザク切りです。はい、続いてじゃがいもですね。じゃがいもの方はまず皮を剥いて一口大の方に切っていきます。まあちょっと皮を剥くシーンはね、ちょっと長くなるので一回ここで切ります。はい、じゃあこれでね、切っていきます。で、レシピ見る限り、あんまりね、すごい長時間煮込むっていう感じではないんですよね。なので、あんまり大きくても火が入らなくても嫌なので、本当にちょっとちっちゃめなサイズに今回は切っていきたいと思います。よいしょ、よいしょ。まあこんな感じですかね、一口サイズ、まあぐらいの大きさで、まあこんな風に切っていきます。はい、続いてライムですね。ライムは、皮ですね、皮の部分をちょっとこうずっと切ってあげて、でこの白い部分は除いちゃいましょうかね。あんまりこういい結果を生まないような気がするんで、この白いところはちょっと取ってあげて、そしたらこれを、みじん切りにしていきます。これは結構細かくみじん切りした方がいいかもしれないですね。よいしょ、こんな感じでみじん切りにしていきます。こんな感じですね。で、これで、下処理の方はあらかた終わりになります。ここからね、ちょっと下処理というか下ごしらえ、ここからまあペーストを作って、カレーの方にしていくという工程に入っていきます。はい、ここでね、取り出したるフードプロセッサーなんですけれども、でフードプロセッサーにまず玉ねぎですね、玉ねぎみじん切りにした方の玉ねぎを入れて、よで、ここに今度生姜ですね、生姜、ニンニク、そして先ほど刻んだライムの皮ですね。ライムの皮と、あとは、酒と、まあない方はね、イカの塩辛とかを入れて、ここで一回、ペースト状にしていきます。はい、そしたらですね、ここに、干しエビ入れます。干しエビ、カレーパウダーですね。と、あとは、鷹の爪を頭を落としても種ごとですね、ちょっとちぎりながら入れちゃいます。そしたらこれをお塩入れて、これでまたペーストになるまで混ぜていきます。すいません、ちょっとね、フードプロセッサーだとちょっとサイズが合わなかったみたいで全然ペーストになってくれなかったので、ちょっとミキサーの方でやっていきます。で、ミキサーもね、こうやって回すとこう周りに行っちゃうじゃないですか。そうするとちょっとしんどいので、お水ですね、お水をほんのちょっとだけ、薄める用のお水をちょっとこっちに回しちゃって、よいしょ、ぐらい入れて、それでね、こんな感じに、ペーストの方できました。で、これで、あとはナッツをローストしたら、調理の方入っていきます。
はい、そしたらですね、フライパンを中火ぐらいにかけて、ちょっとフライパン温めていきますけど、その間にもうナッツ入れちゃいます。溶かさないようにね、常に動かしながら、ナッツをちょっとローストしていく感じですね。まあ、焦がしちゃダメなんですけど、ちょっとこうローストしてあげると風味がすごく良くなるので、まあ、こんな感じで軽く空入りしてあげてください。で、こうすごくね、ちょっといい香りがしてきて、ほんのり色づいてきたら、もうこれで火を止めて、一回移しますね。こんな感じで、これで一応下処理の方は全部終わりましたので、ここから調理過程の方に入っていきます。はい、そしたらですね、ちょっと大きめのフライパンに変えて、これを火にかけてフライパンを温めていきます。で、フライパンを温めてる間にサラダ油ですね、サラダ油を大さじ1強ぐらい、ちょっと多めですかね、入れて、油も温めていきます。で、油が温まってきたら、ここにね、先ほどのカレーペーストの方を入れます。そしたら、こう軽くここで火はね、中火に、弱めの中火に押さえて、こうやってこうゆっくり混ぜていく感じですね。で、焦げやすいので、もう本当に焦がさないように注意しながら炒めてください。はい、それである程度炒めてね、こうやってこう傾けても、あんまりこうペースト自体が下に落ちていかなくなるぐらい、水分が飛んだらですね、ここに、鶏肉ですね、鶏肉を入れます。で、軽く焦げないように、ペーストが焦げないように動かしながら火を入れていきますね。はい、で、このように鶏肉の表面が白くなってきたら、ここにココナッツミルク 250cc を入れて、ちょっとこう沸騰するまでね、火力はちょっとさっきよりは弱めにして、ちょっと火を入れていきます。はい、で、このように沸騰してきたらね、一回これもったいないんで、お水入れて、さっきちょっと使っちゃったけど、もうちょっとだけお水を足して、こちらに加えていきます。はい、で、水を入れて、またちょっと軽く沸騰してきたらですね、ここに玉ねぎとじゃがいも、あとはピーナッツですね、ピーナッツを入れてざっくり混ぜ合わせます。はい、で、このようにね、また沸騰してきたら、ここにお砂糖です。お砂糖を、ナンプラーですね、ナンプラー、これで一気にですね、引っかけますよね。で、あとここに、ライムを絞っていきます。ぎゅーっとね、こんな感じに絞ってあげて、で、あとはこれで軽く混ぜて、ここでね、火加減ですね、さっきまでちょっと中火の、弱火の中火になってたと思うんですけど、ここでね、がっつり弱火に落としてあげます。で、弱火に落として、これで15分間煮ていきますね。どうも蓋はしなくていいみたいなんで、このまま15分煮ていきます。はい、それではね、15分経ちました。なんかすごいめちゃめちゃかぐわしい香りがしますね。じゃあ、これをご飯にかけて今から食べてみたいと思います。はい、それではできました。今から食べてみたいと思います。いただきます。なんかカレーに干しエビと塩辛ってちょっとね、独特ですよね。で、ナンプラーも入ってますしね。いただきます。すごい食べやすいカレーですね。あんま辛いんですけど、そんなめちゃめちゃ辛くもないしローストしたね、ナッツがすごく後味にこう刺さるというか、いいアクセントになってて、すごく美味しいです。で、塩辛とか干しエビの旨味は入ってるんですけど、臭みとかは全然なくて、本当に食べやすいですね。で、もちろんココナッツミルクもすごく感じるは感じるんですけど、俗に言うグリーンカレーとかレッドカレーみたいな
ココナッツっていう感はあんまりないので、本当にねタイカレー苦手な人でも食べやすいと思います。ココナッツっていうよりはもう本当にローストしたピーナッツの香りが最後にガッとくるので、あんまりねこうココナッツミルクがあんまり得意じゃないんだよなっていう人も、あの特に気にせずにね食べられると思いますよ。というわけでね、今回は、タイの方のカレーですね、マッサマンカレーの方をね、作ってみた動画でございました。また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。